ただその前にちょっと言いたいことがあってさ、まあツイッターでも言ったんですけど、かなたんさ、あいつ人の配信の画面そのまま雑コラしてるよね。見ました？かなたんの画面ね、ちょっとこれ、ちょっと見ない見せよう。いい？みんなに見せて。このね、これさ、これの見て、右下、これ注目、これなんだよ、これさ、お前さ、自分で描けよ自分で描かんかい。アホ毛見えてるやんけ。勝手にな、こう、いや、この情報をね、載せたいなら、お前自分で描けよ。もう、荒くしやがって。まあ、いいんだけど。別に、ね、いいんだけどさ、アホ毛入ってんだよ。かぶってんだ、もっと上手く撮れよ。どう撮っても私の頭が、ついちゃったのかもしれないですけど。これ、明らかに私が、さっきやってた配信。配信を切り取ってるだけだよね。何しとん。皆さんにもう一個言いたいのが、これね、こいつ前科あるんですよね。前科、これ1回目じゃないんだよ。こいつがやったの1回目じゃないんだよ。私知ってんだよ。なぜかというとね、ダン、これ見て、ホロライブの正月リレー、こいつリレーの時やるんだけど、これ見て、こう右下見える、これさ、これまあ今回、もう私のアホ毛こそ被ってないものの、これさ、これって、私が一番手で端の画面載せてたやつだよね。かなたさ、まあちょっと書くのめんどくさいから、この時間表とか。書くのとかフォント設定して、コピペして、フォントによってバラバラになるから整えてとか、めんどくせえのわかるけど、あいつ、ポコって切り取って配信の画面そのまんま。おい !2 回目だぞ、カーダっていうのをね、こうもう気づいちゃってさ、もう何とも言えない気持ちになったよね。お前何やってんだよ。おい、カーダ、お前バレてんぞ。何もかもバレてっかんな。やってるのバレてんだかんな。いや、ほんと面白い。これをね、どうしてもね、みんなに教えたくて。いや、どうせね、またやると思うんだよな、こいつ。だからね、特に、リレー配信の時は気をつけてほしい。このね、特徴が見られる、こいつには。絶対またやるよ。楽したいんだよ、きっと。いいんだよ、別に。いいんだけど。雑なんだよ。ま、常習犯ってことだよ。3回目ね。みんな3回目やったら突っ込んで。いや、気づいてない人いるんかなと思って。ツッコミ待ちだったんですけど。あ、面白い。